伊豆の小京都と呼ばれる情緒たっぷりの散策路。桂川に沿う遊歩道の左右には見事な竹が立ち並ぶ。トッコの湯から続く小道を行くと、茶どころや日の見櫓が散策する人を楽しませ、竹林の中央では大きな竹製の円形ベンチで風を感じることができる。また、60本ほどのもみじも植えられており、温泉情緒あふれる紅葉を楽しめる。